シーナは1984年のアメリカ合衆国の映画、タニア・ロバーツ主演。監督は、ジョン・ギラーミン。1930年代後半のアメリカンコミックス、ジャングルの女王、シーナの映画化作品。公開時には、本作のコミカライズ版が、マーベルコミックスから公開されている。タニア・ロバーツが演じる、女性版、ターザンのシーナが、近代文明に戦いを挑む。 本物の調教した動物タレントの猛獣と近代兵器による迫力あるアクション作品である。低予算かつ内容は低評価であったが、本物の猛獣によるアクションは高い評価を得た。制作のポール・アラトーによると、原作コミックでのシーナは絶滅危惧種の殺害や人種差別的な描写などコンセプトが絶望的に時代遅れだったため、シーナが 公開時の現代的な女性像になるよう独自の解釈を加えた上で映画化したという。事故で両親を失った幼い白人の美少女シーナは村の女気投資に引き取られ美しきジャングルの女王へと成長。悪の近代文明と手を組んだ部族らと村を守るべく対決する。その時、シーナはアフリカを訪れたビッグケーシーという男と知り合い、初めての恋を知る。 カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。